さあ選手の入場です。鳥取は前節岐阜に0対1で敗れ3連敗中です。高木監督は前節はフリーキック今始まりました。一度下げて前線にボールを蹴っていきます。4番の鈴木はファーサイド曲がってきたボールヘディングでもう一度セセがふわっと上げたいいボールが入った。大久保のヘディングシュートポストに当たった。こぼれている。セセからのいいボール、大久保のヘディング、推進力があります。縦突破そしてシュートもある。そして田口です。田口からのボール、大久保、惜しいシーンでした。走り込んでいったのは11番の大久保。この3人が右サイドに寄っています。そして中村、中村シュート、おーこぼれた。しかし田尻がセーブしました。一度こぼしましたが、つがシュートを放つシーンが見られました。鳥取にシュートは打たれていますが、中は締められている印象でした。そして後半が始まりました。やはりボールが少し戻ります。川崎上げられるか。中には3枚4枚、川崎中に上げた、ファーサイド中村シュート、ヘディングシュート、形を作りました。やはりこの川崎のクロスから得点の匂いがしてきます。前節も川崎のクロスを小松が最終ラインまで下げます。藤原はロングフィードも蹴れます。フライのボール走らせる、さあ大久保、大久保ボックス内シュートか、清永決まった。清永たける、2試合ぶりのゴール、素晴らしいシュート。9番の清永たける、藤原からのいいフィードがありました。そして大久保シュートかと思われましたが、かわしに行って結果的にはアシストとなりました。まあ、大久保としては自らかわしてシュートというイメージもあったかと思いますが、落下点にうまく入って清永先制ゴールを決めました。ここから始まりました。さあ田口、一人でもいける選手、田口仕掛ける、田口シュート、こぼれた、惜しいシーンでした。9番の田口優也、頭を抱えました。一人ついていたんですが、スピードでぶっちぎりました。安藤シュートもありますが、流したカニ、中へシュート、まだ残っている、カニシュート、カニ枠の上を越えていきます。うちの選手ですが、前のスペースによく入ってボックス内に侵入していきました。ここもシンプルに上げるボール、小松の向こう側、ここで試合終了のホイッスル、長い笛が吹かれました。今季初のホームでの勝利。